はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハはすごい。あのね、ヤマハの昭和4年のピアノを今手を入れてます。手を入れれば入れるほどどんどん良くなってくる。昭和4年ですよ、製造が。もうありえない。もうそのピアノがここまで綺麗になりました。見てください、こちらですね。外装もね、少し磨きを入れ始めて、中の、まあ、調律とそれから静音をやりました。ハンマーの形を整えて、そして、もう一回コテを当ててね、鳴りを良くしたいなと思ってますけど、あのね、驚きました。鳴り方です、すごい綺麗。ちょっと見てくださいね。ちょっとここに置きますね。音の響き聞いてください。これ、ビデオの小さなパソコンだとこの低音のね、ドーンという音は聞こえてこないと思うんですけども、この音のこの鳴るこのなんていうかな、音色のと、それから音の幅ですね、それを聞いてもらいたい。本当に素晴らしいです。まあ驚きました。何が違うというと、やっぱり材質かな。響板ね、この木目、これね、よく詰まってますよね。材質がやっぱりこの時代のはいいのかな。もちろん設計とかね、作るそのものが違うと思うんですけども、まあ、製造番号は11302ですからね、調べていただいたら。本当に古い。これ 3B って書いてありますね。まあ、U3 の大きさということでしょうけど、いやー、参りました。黒炭いいですね、黒炭鍵盤。色がこんな風になってますけどね。いやー、本当にね、これ、買った人これ幸せ思いますよ。